邪道外道ですか。邪道外道がうちの、まあ、漫画屋からうちの大会に天竜の35周年に協力してくれという話はあったんですけど、彼たちが両国大会で、冬木軍と旧冬木軍として出てくるということで金村金太郎をもともと冬木の直弟子ということで金村金太郎邪道外道組で来るということが連絡がありまして、ということは売りたくなるもんで、うちの方も歌舞伎とスマッシュの田尻選手と、そして歌舞伎さんが、天竜源一郎の35周年だったらということで出てくれるということになりましたので、金村金太郎邪道外道対、ザ・グレート歌舞伎歌舞伎田尻組で、6人タッグと、させていただくことになりました。そして、歌舞伎さんが出てくるんだったら、田尻選手もグレート歌舞伎も毒入りを吹けるということなので吹いてくれたらいいなって僕自身では勝手に期待してます。僕はね、ジャケはね、タッグチームでも面白いと思ったし、誰でもやれるやつがいいと思ったんですけど、そこにもう一つ思い入れのあるね、フィーキング、フィーキーひろみちの名前を引っ張ってきて、フィーキングとして出てきてくれるっていうのを、まだ思ってる以上のことを彼たちが答えてくれたという気持ちですよね。僕の気持ち以上に彼たちが俺の人生をなんかもう少しなんとかリスペクトしてくれたっていう気持ちの方が強いですからね。それであれがたく思ってますし、この話が漏れた時に歌舞伎さんも天竜の35周年だなということで出てくれる意思を明確にしていただいたので、これもまたありがたいと思ってます。ここは新しく出た歌舞伎の修行の場ですかね。はい、グレート歌舞伎さんと歌舞伎と田尻って本当にもしかしたら吹いてくれるかもしれないっていう期待感を持ってますよ。と同時に反対側にいる金丸金太郎もね、あんな感じでやってますけど結構試合巧者ですからね、邪険につられていい試合になることを望んでます。そうですね、俺らが0-1っていうのはたくまじって言ってるでしょ、たくまじですね。だから俺らと大谷の絡みで入ってこれるんだったら、5年もう一試合があって全7試合ということになります。金村金太郎邪道外道が、かつての冬木軍として乗り込んできて戦う相手が、ザ・グレート歌舞伎そして田尻組という、これ非常にね、皆さん方が考えてる以上に試合の達者な人たちばかりですから、もちろん邪道外道のコンビネーションというのはテレビ等でご覧になっている方が多いと思います。でもこちら側に対戦する、田尻選手歌舞伎選手、多分ザ・グレート歌舞伎さんに教えられた歌舞伎選手もその辺の、戦いをしてくれると思いますので、俺自身の中では非常に濃いうまいなという試合で決着がつくと思います。もう本当にかけねなしで言うんだったら、歌舞伎が一番劣ると思いますけど、彼はまだキックとかサブミッションを、一生懸命得得してますし、そこで、切り抜けられる部分とありますもあると思いますので、多分密度の濃い面白い試合になると思います。それと、あと一試合の大谷慎二郎対、折原正雄、のチーム対決ですけど、これはもう皆さん今までの流れでご承知のように、二人とも無呼吸が強い者同士ですから、ところ構わずバチバチやってくれると思います。それだけで皆さんは理解してほしいと思います。今前に話をした歌舞伎チームと違って、6人タッグと違う意味での4人が、プロレスの迫力とか面白さを、大きな体ではないんですけど、それなりに発揮してくれると思うのを僕は期待してます。かけねなしの、真っ向勝負だと思ってますので、皆さんそこを楽しみに見てください。